今回紹介するスレはこちら。三冠アプセラレータという能力の全盛期なのに一番弱かったしという。不思議な状況。時間制限がないだけで翼とかもないから別に全盛期じゃない。本人曰く代理演算時の力は元の力の半分あるかもわからないらしいから、しっかり時間制限なくてもしっかり能力的に弱体化はしてる。時間制限と演算能力は間違いなく全盛期。殴られた程度で短時間意識が飛んで鼻血出すという今からすりゃありえない事態。反射に時間制限つく前は、マジで常時全部反射で一切体力使ってなかったみたいだから。食生活はコーヒーに肉に辛いものでストレスは限界マックスとかいう、不健康の極み。杖ついてる時の方が耐久力あるとかいう。この時期でも垣根とかみたいな能力者からの突破なら対応してたとは思うんだ。ただチンピラのパンチに負けたから何もかも変わっちまった。無意識に右手をかざすし善人の基準みたいな扱いにするしこの白いのに与えた影響が深刻すぎる。体力は低くはないしなんなら耐久力も低くはない。電撃食らってボロボロとはいえいつものことな上状にジャブで牽制され、全体重かけられたパンチ食らってもまだ戦えるし、あれは攻撃を食らった経験が皆無なのが一番悪かった。普通だったら、攻撃、危ないから防御は回避。を選ぶけど、攻撃、危ない危ないのはわかるけど、どうすれば？って、どうすりゃいいのか本人は想像もできないといういびつな戦闘経験してたし。一方さん的には、危ない攻撃って何？レベルだったろうからな、返してくる攻撃である拳を見ても余計の選択肢が浮かばないって。この頃でもレベル6には到達させれる状態ではあるんだよな。最後の方で実験終了してたら雷神巫女みたいに完全に人外の姿になってたのかな。人の姿のまま安定してレベル6になれるのはアクセラレータだけみたいな記述あったはずだからそれは大丈夫のはず。あれ？精神的な面だけだと思ったんだが姿形まで人間って言われてたっけ？ちょっと気になって読み返してきた。安定してレベル6になれるのはアクセラレータだけ三坂は人格も肉体も吹っ飛ぶ、と書かれてたから自分は肉体精神両方大丈夫だと思った。最低でも初期は1日100人ぐらいのペースでやってんだよな。本人は、特別クラスで机一つしかないとこだぞ。これで学校に行くとか、アホ臭で不登校状態だから、時間は腐るほどあるからできるけど、心が病むわ。屋外戦闘になったのは三冠の時期のちょっと前？らしいね。ということは屋内戦闘でワンサカシスターズ殺しまくってるそりゃ病みますわ。レールガンで製造した手が施設内で複数ぶっ殺されてるシスターズの掃除任されてたし、クソハイペースかつ一度に複数的な死地をまとめてやってそうなんだよな。確かあの時点で5月だから3ヶ月はぶっ続けでそんなことしてるわけで。科学者、あいつら安価な人形だから気にしないで人権ないし大丈夫大丈夫。シスターズ、めちゃくちゃ脅されても別に怖くないむしろなんだこいつと観察してるさらに無表情で淡々と死んでいく。スケジュール、ハイペースで最低3ヶ月以上屋内で実行。ひどいな。危険だとはわかるわかるがどうすればいいのかが考えられない。皮膚というのは快楽を伝えるだけの器官に過ぎない、なんて血の分にあるぐらいに能力頼りすぎるんだよなあの頃。一般にとっての超能力と身体能力が逆みたいなレベル、パンピーが超能力に目覚めても、超能力で防ぐやり方がとっさには思い浮かばないみたいに、身体能力で防ぐやり方がとっさに思い浮かばない。命乞い待ちって五感時点で聞くとんなアホなと思うけど、よく状況把握してみるとハードスケジュールで実験付けだからおかしくなるしシスターズが人形に見えてくるしでいっぱいいっぱいだったのは察せられるよな。3ヶ月おそらく毎日行われたクローンを葬る、実験が終わった帰り道でアホなチンピラや能力者に喧嘩を吹っかけられる、家に帰っても嫌がらせで家がめちゃくちゃにされてたりする。そや化け物呼ばわりされても良いから一人で静かに過ごさせてくれ。ってなるよね。漫画だとトラウマに触れかけたからバカバカしいとばかりに大パンしてるけど、原作だと、カッコどう取り繕っても自分は虐殺者だし、生きたいって意思表明した三坂妹を手にかけようとした事実は変わらないじゃねえか。って目をつむってたりするメンタルだったりする。
五感の初登場時とは違いじわじわと彼の生活感と人間性が見えてくる描写いいよね。読者の中でも漠然とした怪物だったやつが一人の人間だと見直される感じ。ラストオーダーに、私たちが生まれた原因になってくれたことは感謝してる。でもやったことは忘れないって言われて、糾弾されたことに動揺してるからな。人型標的だと思い込もうとした相手に、しっかりした命があると思い知って。シスターズとアクセラレータの関係性いいよな。アクセラレータが実験に対して葛藤と苦しみがあったことも、状況を見るに相当追い詰められていたことも、その上で屋敷に流れて後悔してることもシスターズはお見通し、しかもお見通しした上で尻も叩くし好感度もあるし、罪は罪として指摘もする。さらに一連卓章の関係性。罪を裁く、糾弾して叩き直す側にはなれるけど助ける側にはなれないからそこはクリパに任すってとこも好き。いいよね、シスターズといいクリパといい、アクセラレータ周りは超真面目にドラマしてるのが禁書の味だよね。好意はあっても踏み込みすぎないっていうか、風切クリパアクセラレータのトリオも好きなんだ。何の得もない頼まれことで奮起する風切見てお人よしのこいつが能力者の総意だってんなら町丸ごとお人よしなのかもなとか考えてる一方さんよ。まともな善人だからこの子すごく信頼できるよね。前世紀か？確かにバッテリー残量問題で時間制限はある。しかし質や手数で言えば AIM 拡散力場とのつながりや魔術の解析にも対応できる今の方が高い。演算能力の前世紀、時間制限なしってのを考えたら能力としては前世紀ではあるんじゃね？アクセラレータ本人の見識不足で今みたいな力震えなかっただけで。三冠時点なら垣根は反射を貫通させて動揺してる隙にワンチャンありそう？垣根の突破方法だとどう頑張ろうと一撃が致命傷にならないからな。原理さえあればあの頃の一方でも普通に対応してくるわな。どうだろう？神城に能力が効かなかったら混乱して対処できなかったわけだし、神城という前例がなかったら、垣根からダメージを受けて混乱して、そのままやられていた可能性はあったと思う。レベル0がなんか意味わからんパンチで抜いてくるのと自分と同格のやつがこの世にない物質で抜いてくるのじゃ混乱度合いも違うと思うの。後者の方がまだ理屈立てられて納得できる。イマジンブレイカーは終始説明されてないから納得もクソもない。能力で干渉不可能なイマジンブレイカーと違ってダークマターは解析可能なんだから混乱の度合いが全く違うだろ。神城さんがいなかったらこの世界どうなってたんだろ。アレイスターが失敗する。いつものことだな。学園都市は神城さんがおらんかったら作られんか作られたとしても悲劇はだいぶ少なくなると思う。魔術サイドはどうだろう？あいつら旧約序盤の敵は神城さん抜きでもちょっかいかけてくると思うけど、どうとでも対処できるから問題ないと思う。やばい奴らは基本神城さん目当てで動いてたからね。アレイスターが神城さんがいないと何もできない前提だと旧約事件の大半はほとんど丸ごと起きないな。ただフィアンマやオティヌスは神城関係なく事件を起こすタイプだからやっぱり危険とも言える。フィアンマは神城さんの右腕なしでどうするんだろうかとかあるけど。そろそろアレイスターにレベル6の説明してもらいたいな。13巻見るにレベル6がどういう存在なのかは多分理解してるだろうし。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。